はい、どうも、ゆりです。今回もデッドアイランド2続きからプレイしていきたいと思います。で、前回サブクエストですね、クリアしまして、その次の、メインストーリー進めていかなきゃいけないので、その直前まで、配信外で戻ってまいりました。ってことで、エマとその取り巻きをサンタモニカへ危険な旅に備えさせる。さあ、まあ、とりあえずエマの、家ですね。入っていきましょう。いざサンタモニカへということで。よいしょ。マイケルは戻ってきたわ。あなたが助けてくれたって私はあなたを誤解していた。はい、アンドレア。だって約束したもの。グラシアス、おばあちゃん。マイケルはどこ？全員ジムにいるわよ。一体何を話してるのということで、あ、そうだ、カルロスですね。ヒューザル？あ、ないのか。なんか武器、新しいの売ってるけど、即席ハンマー。221とか強いのありますけど、え？ショットガン？ちょっとショットガン欲しいな。弾もある。でもヒューズはない。あ、あるわ。2個ですね。最大2個まで買えると。ほんともっと欲しいんですけども。とりあえずヒューズ2個でしょ？ 2 個買いまして、残り4000か。お金もあんまりないですね。どうしましょう。ショットガン買えません。 ゴルフクラブ、まあ、とりあえずこれ売りましょうか。お金にしよう。で、バール208もアンコモンなんで、さすがにもう使わないかな。もうレアの武器が当たり前になってきてますので、この辺りも売っちゃいましょう。アンコモンナックスもこれも、売ります。よし、できるだけお金に変えて、ショットガン欲しいですね。買おう。いや、面白いでしょ、これ。弾は共通かな。ピストル弾。ショットガン用、あ、リボルバー。あ、リボルバーもあると。ショットガン用の弾はどれ？ショットガン、ショットガン。あれ？ないぞ。どういうことなんでしょうか。ピストル弾でいいのかな。まあ、とりあえず買います。いや、すごいですよ、これ。ちょっと待ってくださいね。あ、パークもあります。遠距離用。アンドリアめちゃくちゃ喋ってますけど、これストーリーに関係ないので、ね、ちょっと飛ばしますけど、どれだ？遠距離用。ん？これ？あれ？今どれ手に入った？ニューってなってないぞ。で、保管用。この辺も一旦取り出して全部売りますか。どれぐらいになるか分かりませんけど、120、この辺りいらないな。一旦売って、いくらになる？ 900。 あ、普通にいいお金になりますね。 OKOK。 900と、これ結構取り出したはずなんですが、ここのもの表示されてなくないか。どういうこと？120の武器ある？あれ？ないですね。出てこない。売れないわ。どういうことだ？ まあいいや。よし。で、準備を整えないといけないんですけども、一旦ちょっとショットガン装備しましょう。装備して、どれだ？ショットガン、これだ。あ、見れないのか、今。弾でもありますね。5発。ピストル弾買っておこう。ちょっとわからないんで、一旦買って、これで増えてるかどうか。5、24。いやー、でも違いますね、やっぱり。ショットガン用の弾があるはずなんですが、売ってないわ。ネイルガン。ちょっとわかりません。現時点では。よし。進めていきます。さあさあさあ、エンマーはどこですか？お、よし、全員いるわね。ああ、やだな。あ、畜生、どのくらい前に噛まれた？大丈夫だ、マイケル。マイケル噛まれてる。グズグズして入れられないぜ。ダメよ、彼に触らないで。アンドレアの様子を確認してきて。彼女が大丈夫。そう、これはゲームじゃないんだ。あいつはどうなるかわかるだろう。全員が同じ運命をたどることになる。ここは私の家よ。私に従ってもらうよ、サム。行って。いや、大丈夫か、マイケル。
やつがおかしな真似をしたらやるべきことが、やるんだと。まあまあまあ、分かってますよ、それは。はい。大丈夫かな？マイケル、何があったの？大丈夫だ。大丈夫じゃないでしょう。え、助けを呼んであげるから。エマ、時間だよ。撃つなんて許さない。私はあなたを招き入れた。その貸しがあるわ。ちょっと、後ろ、離れて。あれになりかけてる。まだ分からないわ。ねえ、大丈夫か、マイケル。2019年ロメロ上映、炎上優勝に輝いたのは、これ私幸運のお守りじゃない。はい。このために出かけたの、エマ。俺は特別な血を持ってると思う。ゾンビに耐性がある気がする。本当に？そうそうよ。あなたの血は特別なのだから大丈夫よ。いや、エマ危ないんじゃないか、これ。マイケル？様子がおかしいですね。マイケル、マイケル、お願い、目を覚まして、お願いよ。さあもう離れて。何なのよ、どうしてあなただけ特別なの。あなた一体何者だよ。あー、やばい、まずい。マイケル、いやー、もういやよ。でもこれはもう仕方ないですね。いや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 、エマ、エマ、いやいや、完全にゾンビになってたって。今のやらないと、こっちがやれてましたよ。私の家から出てって。いやいやいや、気持ちはわかりますけど、あれはもうやらないと。はい、特殊攻撃、スキルカード。何があったの、アンドレア。ゾンビ化したマイケルがエマにを噛みそうになったのと。エマすごく動揺してるわ。ごめんなさい、行かないと。はい、洗い流す。ちょっと待ってくださいね。パークとか、なんかもらいましたね。見たいんですけども、これどこだったかな。あ、これか。で、ちょっとストーリー読んでたんで、どれが来たのかちょっとよくわからないんですけど、あ、なんか増えてますね。うん。叩き込み V。安定性低下。あ、今まではちょっと叫びの方使ってたんですけど、ウォークライってやつですね。叫んで行動不能にさせるみたいな。まあ一時的ですけど、これ使ってたんで、ちょっと変えてみましょう。グラウンドパウンド。はい。が増えたのかな。うん。よし。さあさあさあ、あとは勝ってない。 OK。 ノックバックできると、どうも一人でサンタモニカに行くことになりそうだ。いや、結局一人ですか。あ、そうですね、アンロック。もう行きましょう。ちょっとエマには無理を、行かないで。やるしかないわ。サムはタフだから大丈夫よ。あいつの、アポカリプスファンタジーに私や私の家族の出番があるとでも。うん、あいつは一度エマのパンティに潜り込んだ。いや、あんたか。この辺りはかなり物騒なエマがマーチに噛まれるところだったぜ。マイケル。そうだった、そうだった。これから外に出るのは俺だけだ。いたぜよ、どいて。とにかく奴らを信じるな。ここの方が安全だ。うん、その通りよ。私は免疫者よ。ワクチンの先生には、私が必要なのは部屋に引きこもるつもりはない。そうか、なら経験から学び、最後にもう一つのアドバイスがある。はいはい。バノイで医療するときは下水道を使っていた。うん。安全とは言えないが役には立つ。うん？はい。戻ってこいよ。はい。な、エマはかなりショックを受けている。あいつは好きな、ヨークシャープディングでも作ってやったらどうだ。これでおしまいね。はい。私を信じて。はい、なるほど。まあここはサム B がいるんで大丈夫でしょう。めちゃくちゃ強いんでね。下水管汚かったら、というか汚すぎるのは嫌だな。さあ見に行きますか、下水というところで。待ってください、ショットガンですね。サンタモニカに続く下水道を進む。はい、いや、いいぞ、ショットガン。ちょっと無駄打ちはしたくないんで、置きますけど。あ、あとあれですね、修理だけさせてください。だいぶ減っちゃってるんで。あれ？そうでしょ？自宅の鍵が必要。お、もう、入れない、もう。まあ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 、別のところにあるはずなんで、行きましょう。ヒューズを2個、買いましたので、また開けれますね。さあ、いるな、早速。このまま突き進みます。爪を、装備しておこう。いや、いいですね。これで、スポーツライフルと、ショットガンで近距離も遠距離もいける。なんだ。おっと、びっくりした。いきなり出てきた。
よし、走ります。道は合ってる合ってる。ヒューズボックスあるけど、ここのものは多分あんまり強くないので、うん、もっと先のものを解放します。ちょっと待って、残らず始末しろ。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘ですよ。ちょっと待って、この数相手にすんの勘弁してください。この叫んでるゾンビがまずい。待って、どこだ、クラッシャー、痛い痛い痛い、まずいですねこれ。クラッシャーでかすぎる。どうしましょう、一旦叩きつけましょうか。はい、よいしょ。さあ今の叩きつけで何の効果がある。ほい、よいしょ、痛い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 クラッシャー強いよ、でかいでかい。逃げよう。あ、そうだ、爆発キャラいますね。爆発するゾンビがいるので、活用しましょう。うん、よいしょ、治療しまして、どこだこのゾンビだ、よいしょ。さあ爆発するでしょ、やばい、巻き込まれるんじゃないかこれ、大丈夫、このデカ物が危険だわ本当に。よいしょ、感電させといて、爆発は爆発してない、もう一回。さあ避けまして、よいしょ、 OK。 このめちゃくちゃ強いハンマーをガンガン使ってきます。はい、よいしょ、カウンターも使っていこう。よし OK、 デカ物はやっといて、あと詰めていこう。はい、よいしょ、カウンター、さあ回復させてもらいます。さあもう一発 OK。 さあ1体ずつであればもう無双ですよ。おい、 OK。 よいしょ、マスクしてるなこの方、なんだ、あとこのゾンビが強い、ひたすら叫んで行動のしてくるんで、あーとりあえず全滅かな。うん、パイク223強いですね、まあ、当たり前のように200超えの武器が、ドロップするようになってます。で、すべて拾いまして、もうないかな。 OK、 行きましょう。まだいるな、あと1人ため攻撃、はい、よいしょ。さあ矢奥にも1人、よいしょ。さあ臭いトンネルの中に入る、嫌ですね。ちょっと待って、あれ危ない危ない、何食らってる私、今やられるとこでしたよ。体力63点すぐ反応できてよかったけど、ここに入ったらダメージ食らってる、もしかして、私何で食らったの今、ゾンビの攻撃じゃないぞ。ネイルガン、また新しい銃手に入りましたね。ネイルガン、ネイルガン、はい、どれだこれか、これは何、これ何まあちょっと試しに使ってみますか。うん、次ゾンビ出てきたら、はい、さあ行くわよ、あなたを信じてるからね、サム、サムなら大丈夫。さあネイルガン、どうだ、ネイルガン効いてる効いてるのか分からなかった、ダメージはしっかり与えてたんですが、さあ突っ込んでくる、よいしょ、 OK。 さあ体力の最大値も1300になってますね、だいぶ上がりました。うん、さあ大丈夫か、いやネイルガン強いのかこれ、ちょっとショットガン使おう、まだ使ってなかったですね、かっこいいなショットガン。そこいる、そおっと多すぎないですか、ちょっと、はい、オッケー、強っさすがショットガン、ワンパンですね、これ取っておこう、さすがに強すぎる、温存してた方が良さそう。はい、OK。さあ、このカウンター、周りにもダメージ与えてる。さあ、槍が強い。うん。安定してます。んー、何このゾンビ。おっと、感電がやばい。電気まとってる。よいしょ。ハンマーでやります。うん、吹っ飛ばして。OK。全部やったかな。いやー、多いわ、ゾンビ。さあさあさあ、ちょっと耐久値が心配なんですけども、おっと、どっから湧いてきた急に来なかった今、はい、よいしょ。さあさあさあ、このゾンビ感電するんで気をつけます。うん、やばいな範囲、あれ私これ何食らってる、今ゾンビから離れたよね、さっきもなんか同じ現象起きたんですけどやられちゃいましたよ、あれ私何食らってるんだろうこれ、地面じゃないですよね、ちょっと待って、全部復活してるわ、そんなことあります、
はい、もうハンマーで全部一掃します。どこだ、よいしょ。いや、ちょっと原因がわからないな。関連じゃないぞ、今の。何食らってるんだ。しかも、とんでもない勢いで、体力が減っていくっていう。ちょっと待って。関連する、関連する。このゾンビ危険なんですよ。いや、なんだろう。いや、このダメージではなかった。何食らったんだ、本当に。ツールキット。はい。ちょっとまだ謎が多いですね。ってことで、さあ、どんどん進みます。下水。これは鍵がないぞ。反対側から開く。いや、反対側って言われましても、なんか通れる場所。ここ開けるとか。開かない。あ、この上か。乗れるな。よし。オッケーオッケー。ほい。さあさあさあ、何かいいものは落ちてないか。いや、なんか、めちゃくちゃ遅くなるな、ここ、行動。はい。素材が落ちてあって、この間もなんか通れそう。ドア。あ、ムービーですね。さあさあ、誰かいる？急に出てくる可能性あるよ。誰かいるの？待って、あの、ゾンビの声してるよ。何これ、冗談はやめて。誰ちょっと、おなんだ、伏せろ、パットン。おお、優しい。パットン、なんだそのガスマスク。急いで中に入れ。はい、何が起きてる。てか、おお、何、てかここで何してるの。はい、ねえ、さっきのって最高ね。はい、もしもの時は任せてくれ。おお、俺はパットンだ。はい。何者？パットン。カールよ。借りができたわね。いや、大丈夫だ。とにかく間に合ってよかった。はい。奴らは何者だったの？さあな、俺はバーサーと呼んでいる。まさに歩く爆弾だ。はい。まあ、今までにもいましたよね。パットン何なんだろう？何をしようとしてる？え？ね、ここ。シャングライレンようこそ。はい、大丈夫だ。土足でいい。はい。他の方もいますね。すごい。汚くてすまない。メイドが休みでね。メイド。いや、すごくいいよ。手入れし始めて、どのくらいなの？どのくらいかって？はい。ああ、長い間だよ。うん。なんか、戦争の後、俺は顔を、毛嫌いされたからね。俺の顔はと。失礼な奴らだね。昔は軍隊に行ったの。うん。なんか、やけど跡みたいな、なってますね。湾岸戦争でヘリを操縦していた。はい。俺の島は撃墜されたよ。なるほど。これがその時の写真。うん。右の方誰？サムビーじゃないのこれ。それだいぶマシな方だ。はい。映画好きなんだ。いや、なぜだ。だって。なんてな、すごいだろ、俺は映画好きでね。うん、いや、ポスターいっぱいありますよ。はい、時々少し夢中になりすぎてしまう。 すごいな、なんかゲーム機もあるけど。ゲーム機というか、オラ映画好きか。はい、大好きです。そうこなくっちゃ。うん、はい、オーメントゥーキルを見ないか。何ですかこれ、史上最高の映画だ。はい、あ、てか、俺はまだ20回ほどしか見てないかな。うん、見すぎですよ、20回。大概ですよ。さっきまでエマ・ジョーントと一緒だったよ。命を救ったの。嘘だろ。エマ・ジョーントがまだここに。はい。どんな人だった？とてもすごい人だと聞くが。うん。うん、すごいよ。みんなに資料を敷くことにかけてはね、と。彼女の家はあんたみたいなできる人と。いやいや、行かないよ。俺の居場所はここだ。はい、確かにいいところだけど、ずっと同じ場所にいるの飽きない。うん、いや、どうしてもオーメントキルを見たい気分なんだと。本当にいい映画だから、さあ座ってくれ。いや、本当に、見るのこれ。 DVD はどこだったかな。はい、ついこの間見たんだが、オーメントキルはと。ゾンビ倒した直後に。すぐ映画見るんですか、これ。あった。はい、どういう状況？いやいや、
しかもさっき奥に女性いるかと思ったら、あれですね。なあ、一緒に見てくれないか。うん。紙だわ、普通に。ごめんなさい、サンタモニカに博士がいて。ワクチンのために私を必要としてるの。ここから行けるかな？はい。多分遠いから。時間ならある。うん。さあ。まあ、あれだ。はい。もしかしたら、いや？何？でも、うん。そこは何なの？厳重に鍵までしてるけど。すまないが、どうしてもオーメントゥーキン。いや、好きすぎでしょ。いやどんだけ見たいの？はい。大丈夫だよ。自分を大事にしなきゃね。うん、まあ、そりゃそうですけど。はい。え？ベニストームタンクへの看板をたどるといい。はい、ベニストームタンクか。面白そう。じゃあ元気でね。はい。いや、何だったんだ。助けてくれたのはありがたいけど。はい。で、本当にね、ちょっと、字幕がね、かなり早すぎますので、私、結構ついていけないことがね、結構多くて、うん、ストーリーがね、本当に気になる方は、ぜひね、巻き戻して見ていただけたらと思います。一時停止したりね、していただけたら、かなり見やすいかと思いますので、ってことで、行かないといけないですね。ベルエアに移動。あれ、今、作業場あったんだけど、ダメなの？あ、奥にある。あ、ありますね、こっちにも。うん、ここでも、あ、できるかな、一旦。保管用ロッカー。さてさて、いらないもの預けましょう。パイク、うん。190。まあ、レアですけど、190台はちょっと一旦預けましょうか。170もいらない。あとは、まあ、この辺は置いておきましょう。ピックアックス。はい。これはなんだ？よいしょ。ピックアックスではなくて、パイク。パイクって何？なんか槍みたいな。はい。持ってますね。あ、そしてパークです。モジュールか。さあさあさあ、どれでしょう。まあ、多分遠距離用の何かしらの。やつですかね。うん。この辺りから銃が増えてくるはず。よし。ってことで、一旦修理していきます。よいしょ。爪。あと、ハンマーも強いので、修理しましょう。あれ、銃は修理しなくていいの？それか、弾がなくなったら終わりみたいな。いや、でも弾変えますもんね。修理必要ないのか。あ、しかも製造できます。ピストル弾。うん。OK。で、ちょっと軽く改造しましょうか。スポーツライフル。これちょっと一旦改造しましょう。モジュールですね。電撃しかつけれない。あと、パーク。リロード。あ、いいですね。リロード速度上昇。そして、ショットガン。いや、これはもう強化するでしょう。やけどか、感電。こっちはやけどにします。うん。あ、やけどじゃないな。トラウマ状態。はい。なるほど。物理ダメージ、フォースわずかに上昇。うん。まあ、いいですね。こっちも、なかなか強い。で、リロード。235です。強っ。しかも、マズルブレーキって何これ。あ、精度が上昇。オートスキルみたいな、もあります。で、ハンマー。これも強化しますか。うん、唯一のハンマー。217。あ、裏に持ってるやつの方が強いですね。こっちに変えよう。こっちに変えて、これを強化したいです。よいしょ。あれ、なってるな。私、こっち強化してる？じゃあ、大丈夫ですね。行きましょう。うん。なんかポスターもありますけど。はい、博士カード。ああ、聞こえている。計画変更、私一人を下水を通って向かってるわ。下水道？リード博士ですね。ぶっちゃけものすごい悪臭よ。うん。でもこの方がトラブルに遭う可能性は低いはず。そう願っている。サンタモニカに着いたら、オーシャン通りのサーリンホテルに向かってくれ。はい。サーリンホテル？わかった。うん。
液を落とさないでよ。はい、全く流すものは選んで、うん、行きましょうか。いや、いるな。ここは閉まってる。さてさて、奥からとんでもない声がします。いや、通れないぞ。待て、また爆弾まで、爆発しますね。ショットガン使いますか。ほい強っおっと、円が吹き飛ばされた。パイプです。よいしょ。この毒ガスみたいな消さないと。何かわかんないですけど、この緑のやつ。はい、そしてもないか。よし、にしても強いな、ショットガン。本当に待て、これ沈んでる。何しよう、この方這いずり状態で。はい、待って、感電してる。待てよいしょ。これ私なんで感電してるんだ。やっぱ自分の武器で感電してるのかな。ちょっと感電武器危険ですね、それだとしたら。うん、今感電する要素なかったし、多分やっぱ自分でしてるのか、これ。気をつけないと。はい、ここ開かない？開かないか。よし、いますね、まだ。はい、やりもっとこう。どこだ、声がする。あ、ストームタンがこっちよ。問題このもんで、ね、さあ、はい、よいしょ、ブッサス。痛い。いや、やっぱ感電だわ、これ自分の武器でしてる、間違いない。待て、痛い。痛すぎる。これ使えないわ、しかも水があるからだ。それでこっちまで映ってる。これ使えないぞ、体力が持ちません。うん、まだいる。ゾンビの音が、いや大丈夫か、いないですね。お、あれですね、武器ボックスみたいのある。これ開きます？開かない、ロック中。いや、これ開けたいな。あれ絶対いいの入ってますよ。なんかボタンみたいなのありますかね。いや、ないか。現状いけないのかな。はい、え、ここもロック中。え、水門を上げる。あ、これか。どうやって上げるの、上げ方。あ、こっち側ですね、なるほど。セキュリティパッド、いや、それもないよ。キーカードが必要、コードを探す。謎解きがちょっと増えてきましたね。コード。さて、どこでしょうか。目的地とかは出てないな。いや、これわかる？何か書いてます？奥とか。はい、トゥーロー、デンジャー。ここじゃないな、これ。いや、でも戻らないといけないなんかあるかな。あ、これだ。待て、メイン浄化槽が詰まってる。うん、水圧管理システムに行く必要があるね。はい、水圧管理システム、ストームタンクはこっちよ。問題はこのもんね。はい、あ、いけた。これか。オッケー。圧力を再調整する。水圧タンク、うん、水パイプのバルブホイールが必要。金属ロッカー、はい。とんでもないことになってる。これは、なんでもない。さあ、あ、一回やりましたね、これ。成功させましょう。バルブ、うん、よいしょ。回して、これも、漏れにさようなら。え？何？ゾンビいる？あれ？なんだ今の？気のせいか。もう一回、回して。あれ？すぐ閉まったわ。え、どうしたらいいのこれ。待て。合ってるこれで。はい。
あ、いけてますね。OK。さて、バルブホイール。埋めていきましょうか。うん。はい。新しい圧力に数字を合わせなきゃいけないんだわ。あ、なるほど。数字を合わせる。よいしょ。これ 20? こっち?はい。よいしょ。これどうですか?タンク2を再調整。よし、できたわ。OK。75。はい。50?55。これで変わってないぞ。待て、どうするんだ、これ。ここではないから、ここを動かすのではないってこと ?10。ちょっと下げすぎですね。これこのままで、これオン。さあどうだ ?OK、ウィング。残りは1つだけね。はい。3を再調整。45。45ということは、これをとりあえずオンにしまして、これが、オフかな?オフで、これもオフ。よいしょ。水門を上げる。これでうまくいくはずよ。OK。水路も門も開くはず。いつからいました?おいよいしょやっぱショットガンでしょ。ほい。OK。銃でやるのが安全ですね。こういう爆発する敵は。痛い。何?何食らってるの本当に。この謎ダメージがちょっとわからないんです、今。これ?違うよね。血じゃないよね。本当に何に食らってるんだ気づいたら落ちますからね。身を守れ。え?あら、どうも?なんだ?おっと!守れと言われましても。よいしょ。まずい。さあさあさあ。ランナー。OK。閉所決めて。よいしょ。さあ、撃ちまくります。できてるな。どうしよう。槍でやりますか。ぶさす。武器で。うお、爆発する。まずい。自爆。それ一番やっちゃいけない。待て。まだ来てる。いるな。ほい。なんで。どっから待ってくる。よいしょ。閉所決めたい。よいしょ、OK。いや、多いよ。噛んでも、うばかする。よいしょ。先っといて、よいしょ、V100 回。素晴らしい。君も、爆発しますよね。気をつけよう。爆発いや、火ダメージでかすぎる。これまずいわ。ショットガン使いましょう。よいしょ。よいしょ。爆発するよ。気をつけて。大丈夫?てか多すぎない?この爆発するゾンビ。勘弁してくださいよ。はい。よいしょ、OK。さっさと終わらせましょう。もういないよね。洗い流すクリア。OK、闇の奥。はい。いいな、これスコープ使わなくても撃てるんだ。今からそれも使いましょう。汚物をかき分けてストームタンクまでたどり着く。はい。よいしょ。この辺全部拾って、そこも落ちてますね。あと、ここ入ります?おっと、待って、強敵いる。いるけど、え ?3 人とも強敵なんですけど、これ。ただ、あれ、絶対いい武器入ってますね。ということは。やりましょう。うん。感電させれば早いんじゃない?はい。どうです?よいしょ。水、感電しない?これ、痛い!強い。さあ、感電させて、ですよね。水らが感電しまくって。私も感電しそうだけど、気をつけよう。あとちょっと安全に銃でやりますか。どういう動きしてる?はい。OK。閉所決めて。よいしょ。さあ、倒しましたよ、強敵。これいいの入ってるでしょ。待て。何に食らってんの謎ダメージやめて。大丈夫?やられそうだけど。よし。もういないよね。大丈夫。さあ、なんだこれ。災害、救援、箱みたいな。あ、マチエテ、久しぶりですね。アンコモンの220。いいですよ。強い。マチエテ。
いやーこれ久しぶりに使えるわ。最初の方間違えて捨てましたからね。それぐらい回復薬とかないですね。 OK。 さてさて向かいましょう。あそこ見てない。金属用ロッカー。あれ通路的にこっちで合ってる？違うよね、ただ見てないだけですよね。で、日記、木曜日。はい。誰かやってますね。うん。よいしょ。さあ、なんでしょう。ゾンビ？軍隊がなんかビーチに向かってすんだ。はい。俺もベッドのすぐ上を走っていたが、邪魔にはならなかったはずだ。うん。暗い宇宙の冷たい片隅。若い兵士が一人。ああ、この方かな。え、これは？何これ？技術者の鍵。長い名前。で、じゃあまあ、行きましょうか。でも、ここ、強敵の、あれですよね。ゾンビいなかったけど。その鍵、どこで手に入るんだろう。よし。おっと？なになになに？これって何なの？いや、確かに。これ何これ？やばいよ、これ。ここも通れないな。道がないほとんど。さあ何してる？食べてる？はめます。はい、よいしょ。さあため攻撃で、速攻やって。大丈夫？来てるな。待って、何君、爆発しそうなキャラが。大丈夫？ほい。あ、ノースコープ出た方が早いな、これ。すぐ撃ちたいとき、うん、そのまま撃っちゃおう。よいしょ。プロテインバー。立ってる。はい。よいしょ。いや、銃強すぎる。へっしょ一発で終わらせるの楽ですね。あとは、向こう通りたいけど、大丈夫だから。ただ、下水道に流すなんて素晴らしい結果ね。はい。バルブホイールは必要。またバルブか。バルブバルブ。その辺落ちてたりはしない。何なんだこれは。何か肉片みたいな。やめていただきたい。さあ、おっと、多いよ、相変わらず。よいしょ。銃やばいな。普通遠距離武器って威力低いはずなんですけど、めちゃくちゃ高い。で、あ、来ましたよ、ヒューズ。いや、これを待ってたんですよ。この辺のヒューズって多分いいもんありますよ。さあ、開けます。待って、罠がある。まず、罠があるので起こしてからですね。多分動き出す、このゾンビ。はい。ですよね。で、全員起こしてから、はい。おお、爆発！あれ？もう発動した、今。あれ、なんで？今奥飲んで発動したんだ、まだ。まあいいや。爆発やりましたね。おっと、まだ生きてる。よいしょ。はい。よいしょ。さあさあさあ。もう大丈夫かな。止めないと。とんでもないことになってます。しかもバルブ。え、ヒューズの中にバルブあるんだ。どういうこと？これヒューズ買ってなかったら進めれてないってこと？そんなことあるかな。OK。奥からゾンビの声しますけど。さあ、あれ？消えてないぞ。なんでなんで？今回したんだけど。もう一回必要？はい。これどうです？それか水で消すしかないか。いや、消えてない、消えてない。なにこれ、どうしたらいいの？水じゃ多分無理ですよね、これ。あ。え？いけてる？いや、いけてないな、やっぱり。ダメだ、ちょっと、やり方わからないんで。うん。上から行こう。よいしょ。ちょっと待って。あ、なんか消えてる、消えてる。軍用アックス。ちょっと開けちゃってましたね、もう。軍用アックス、どれだ？威力を見れてない。
236、あ、強いわ。236の斧ですね。オッケーオッケー。で、あとはちょっと奥のスクラップとか取りたいんですけど、いけるか。よし、オッケー。なんで消せないんだ。どこから湧いてきた。うん、よいしょ、クリティカル。で、このまま進めばいいのかな。うん、さてさて、いや広いな。なんだ、上燃えてるぞ。また酸を吐き出したやつよ。ここで進化したの、あれか。入ってくる。何してる。いや地獄絵図です。うお、ちょっと届くのそれ、まずい。はい、え、聞いてないぞ。なんでなんでなんで、ちょっと、え、なんで聞いてない。痛い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 、めっちゃ食らってる。火力高い、あの3。届くのやばいよ。あれ、上のゲージ減ってないですよね。なんでダメージ与えられないんだけど。271、食らってないぞ。あれか、遠距離耐性みたいになるってことですかね。ダメだあれ。強い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 。3吐き出すのまずい。火炎瓶、あ、これでやれと。カーブボール来ました。火炎瓶です。うん、まあ、範囲では炎ダメージですね。与えていきましょう。よいしょ。さあ入れ替えまして、ほい、投擲投擲。あれ3が危険なんです本当に。よいしょ。どうなってるこのデカブツ。やばいよこれ、どうやってやるの。あれ投擲ってどれだっけ。調べる、調べるじゃなくて、カーブボール。いやこれは武器を投げるんで。いやちょっと待って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 、ダメダメダメ。いや貫通してるよ余裕で。あのゾンビ強すぎる、危険だ。一旦離れましょう。プロテインバー、回復薬ありがたい。奥まで行かないと。無視でいいのかな、でもあのゾンビは。うん、倒す必要もなさそうですね。ちょっと回収できるものだけ全部回収して、では行きますか。ほい、よいしょ。でここは、んー、すごい迷路みたいになってるけど、ちょっと勘弁してくださいよ。はいはい、ほい。で取れる、ドアゲートを起動する。ブレーカーパネル、待て待て待て、ブレーカーパネル、ブレーカー必要。ブレーカーどこだ。このゾンビの遠距離攻撃を避けながら行くのが厳しい。さあ爆発させますか、こっちまで来て。はい、いた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 。どこいる今、見えない、すーごい見にくい。こっちこっちこっち。さあ爆発させたいんですけど、視界が悪いなこれ。できるか、避けながら移動するのむずいぞ、勘弁して。はい、どこ今。あーダメだ、近づいてきてないなあのゾンビ。ちゃんと対策してるわ、すごい賢い。鉄パイプ、よいしょ。避けながらスクラップも拾って、ドア、はい。ここはどこ繋がってる。おお、ちょ、勘弁してください。ちょっと火力が強すぎない。いや、あのゾンビの火力が強いよ。さあ、消して。ここは？よいしょ。ガスレバー、ガスパイプのレバー。はい。通れるこれ。痛い痛い痛い。普通に感電する。さあ、ちょっと入り組みすぎです。訳がわかりません。もう未だにね、あれ、遠距離攻撃してきてるし。なんで私の居場所わかってるんだ？視界に映ってないぞ。さあさあ、これはシェフナイフ、ありがたい。これ爆発しそうで怖いけど、なんか定期的にダメージ食らってるんですよね。いやけどこれダメだ、待って待って待って、まずい。これオフしよう。すごい毒まかれてるよ。この奥は
プロテイン。はい。あぶれかった。これか。これを向こうまで持っていくと。いやー、大変ですね。困った。え？ちょっと待って。すぐそこまで来てる。そんなことある。来てる来てる来てる。ははは。嘘でしょ。どこまで来るの？ちょっとネイルガン使ってみようか。はい。どう？いや、食らってない食らってない。やけどでやろう。うん。それしかないわ。遠距離武器が耐性ある感じですね。完全に。うおっ、はめ攻撃。待ち構えておきまして。さあ、どうだ？やけどやれる？やれてるやれてる。これオンにしてよかった。はい、よいしょ、ぶっ刺して。え、ちょっと待って、なんかいい武器落としました、今。レア武器落ちてる。これなんだ？ちょっと、まずい。入ってきてる。よけよ。ちょ、ブレーカー邪魔だよ。持ち帰れ。よいしょ、ケイ。ブレーカー持ってて武器持てなかった。よいしょ。さあ、3人ともやったかな。うん。さあ、レア武器落としましたね。パイプレンチ。上限で持てないと。上限、上限。なんかいらない武器。鉄パイプが一番、弱いかな。うん。これと入れ替えましょう。はい。あれ？どうやって入れ替えるこれ。4。よいしょ。OK？ あとは、素材ですね。うん。ちょっと燃えないように気をつけて。ブレーカーを持っていかないと。で、これオフです。よいしょ。いやー、危険だわ。ははは。やばいですね、あのデカブツ。相当強い。そう、このね、赤い、そう、缶でやろうと思ったんですけど、ドラム缶で。ちょっと、痛い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 。あ、ここ通ってるからか。ダメージやばいな。一瞬通っただけで、ゴリゴリ削られる。そう、ドラム缶でやろうと思ったら、対策されてたんでね、できなかったんですけど。ずっと止まって撃ってくるから。よいしょ。痛い痛い痛い。いや、通りづらいよ、ここ。どうしても。待て。今のは冗談よ。冗談でしょ、と。待って待って待って。ちょっとここで症状出るのまずい。さあ、そして、何やら食ってますね。巨大な地獄の門を開ける。メイン浄化層よ。見た目は悪くない。うん。さあ、ゾンビの数も、パッと見3体ですけど。いや、来るのかな、また。先やっておきますか。数少ないうちに。うん。あ、っていうか、あれですね。これ撃てば、どうなる？ガスでやれる？爆発した。オッケー。さあさあさあ。2体ともやって、よいしょ。もう今んとこはいないかな。通れないな、ここ。相変わらずですね。こっちは？はい。よいしょ。プロテイン。拾える？よし。さあ、ここ乗り越えて。かっこいい虹色のゲートの向こうが、ストームタンクだったらいいのに。ストームタンク。はい。これは何？スイッチ。はい。闇の奥へ入る。さあ、行きますか。うん。2階。ちょっとあそこに武器ボックスありますね。あれちょっと気になるんで。取ってからにしましょう。はい。全部漁って。上にはどうやって乗る？そのまま行けるわけではない。ということは？うわ、トイレ。なんで開いた？なんもないぞ。おそらくこっちから行けますね。はい。あ、ここにもある。あ、ショットガン。普通に出てきた。買う必要あったのか、これ。あ、でも種類が違いますね。これ普通のショットガンだ。オッケーオッケー。217。アクスは強いんで置いといて。ちょっと迷いますね。かなり強い武器。うん。増えてきたんで捨てるのもったいないけど。手持ちがないので、これも拾うしかないな。変えましょう。はい、ちょっとハンマーもったいないですけどね。反対側から開く。あ、通れない。なるほど。
よいしょ。じゃあまあとりあえず正面から行くしかないのかな。いや、あそこも開けたいんだけど、行く方法ないですか。うん、この上乗っていけるとかでもないからダメっぽいかな。ジャンプで乗れないもんね。うん、行けない。よし、じゃあ向かいましょう。多分向こうの裏口から行ける感じだと思うんで。さあさあさあ、そうだよね、こっちはどこに繋がってる。向こうから行けるみたいになる。登っていける。いや、行けない、ない。うん、完全に行けないな。 OK、 よいしょ、行きましょう。何の音だ。まずいですねこれ。少女進んでるカーラ、今のは何なの。免疫あるとはいえちょっとまずいんじゃないか。大丈夫。はい。うわー、なんだここ。まさかこれ生きてるの。これ何、やばいよ、どうなってる。いや、すごいグロテスクですねこれ。よしよし、進んで。さあ、ここに来てまた症状が。んー、ゾンビいるな。ウォーカー、まあ、銃でやりましょうか。よいしょ、そこら中にいるわ。走れ。あ、やるんじゃないの。ほい、やらなくていい。はい、痛い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 。そう、謎ダメージ食らうから走るしかないか。 OK です、走ります。よいしょ、カウンター、カウンター決めよう。ダメだ。さあさあさあ、ゴリ押しです。え、取れないぞ。どうやって行く。こっち合ってる合ってる。この上か。違う。うん、よいしょ。待って、通れません。どっから行くんだこれ。ああ、また来た。いや、とんでもない数。痛い、爆発した今。やばいやばいやばい。よいしょ、医療機たまないんですよ、節約していかないと。さあ、これどうやっていくんだ。え、どこ繋がってる。これ降りちゃまずいな。気をつけよう。またエクスプローダーとか。エクスプローダー、はい、よいしょ。ちょっと広すぎますね。うん、合ってる合ってる。こちら逃げるわよ、逃げます。よいしょ。で、こっち、よいしょ。いやー、やばい。あ、やっぱ繋がってる繋がってる。さあ、これジャンプ。よいしょ、やったー、ナイスカラー、素晴らしい。さあ、そして武器、拾っていきましょう。もしもし、こちらリード博士聞こえるか。こちらリード博士、はい。いや、巻きましたよ。お、軍薬室、こちらカーラ。おー、こっち最高よ。下水流れ込んだ、フラン死体がまるで、うん、成長してとんでもないことになってる。いや、とんでもないことになってるよ。失われたバイオマスだから計算が合わなかったのか。何、今は気にしないでくれ。とにかくそこから出るんだ。脱出したらまた連絡する。レベルアップ、ありがたい。よいしょ、スキルデッキ、はい、アンロックされましたね。よいしょ、 OK。 どれだ、これか。ノックダウンをさせると、遠距離武器および武器の投擲、カーブボールのダメージ中程度上昇と。あ、違う、こっちだ。ゾンビを V 破壊すると体力回復。え、強くないですかこれ。V 破壊したら体力回復。リムリーパー、やばいな。いや、もうこれでいくでしょう、間違いなく強い。うん、よいしょ。さてさて、このドアですね。さあ、赤い霧、次のクエスト。いやー、やばかったな、さっきの。ゾンビの数異常です、相変わらず。よいしょ。さあ、これは、うん、弾がいっぱい、拾いましたね、ありがたい。銃も結構使うようになってきてるんで。よいしょ、全部もらっておきましょう。お、メンテナンス用道具箱の鍵。いや、なんだろう、この辺どこにあるんですかね。クリエイターモジュール、クリメイターか、遠距離。やけど、あ、炎ダメージ、うん、もらいましたね。指定ドア、これはこの先なんで。
一旦作業しましょう。作業、修理ですね。作業場。あと何か落ちてるとかはない。あれ、こっちは何、どこに繋がってるのこれ。あ、さっき開かなかったとこか。うん、戻ってきた感じですね。よしよしよし。で、これはこのような厳しい時期に、何これ。はい、ブレントウッドウォーター従業員各位、うん、表示再生プロジェクトエメットウッドワード CEO。 はい、なるほど。うん、まあ、ロサンゼルスは普段と様子が一変してるということですね。よし、改造しよう、改造。はい。ちょっと手持ちがね多すぎますね、これ。解体しよう。ちょっと解体するのも迷うけど、結構。強い武器多いんですよね、もう。220。いや、220も解体します？まあでも、この辺も当たり前になってるから、いいか。やっちゃいましょう。さあさあさあ、スクラップ。はい。よいしょ。売れたら売りたいんですけどね、お金になるんで。現状スクラップしかできないんで。うん。素材に変えまして、この辺は修理かな。よいしょ。で、マチェーテも、いやー、マチェーテは置いとこうか。4,3900。製造。で、医療キット、あ、なんだかんだ4つありますね。じゃあ問題ない。よいしょ。やっぱショットガンの弾が作れないな。ピストル弾。うん、これしかないですね。マシンピストル用。いや、拾っていくしかないのか、じゃあ。まあ、後々作れるかもしれないんですが。はい、ってことで、時間的にはね、今回ちょうどいいので、ここまでにしたいと思います。次、あれかな、月移動出るっていう感じですかね。はい。ってことで、よかったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。